方ないさ。ここじゃ対策が使えないんだ。そういう状況では、私一人で律者を止められはしない。別の方法を考えてくれ。人ごとみたいな言い方だな。全然焦ってないし、お前の目的は最初から彼女の邪魔をすることじゃないように聞こえるぞ。ああ、これは失礼した。余計なお世話だったな。そうしよう。少し野暮用があって、私はしばらく楽園にいる。じゃあ。ああ、戻ってきたのか。ええ、そっちはどう？まあまあだな。相手は律者だ。私にしては上出来だろう。理解してくれるさ。ならいいわ。そういえばさっきちゃんと聞けなかったことがあるんだけど、あなたがそういう封印の解けた姿を見たって話、それは他の幹部たちのこと？その洗礼を受けた人のことかしら？そうは言ってないぞ。まあいい。あの方がお前をここに来させたんだし、言っても支障はないだろう。その姿を見せたのは、孫主自身だ。ケビンが？私は幼い頃から組織にいたからな。知ってはならないことに触れてしまうこともある。その中に、あの方の別の一面も含まれてるんだ。けど、それは記録を読んだだけよね。ケビンが漁師の海から帰ってきたのは数ヶ月前のことだもの。ああ。だが、それに何の違いがあるというんだ？それと、私が目にしたのは記録だけじゃない。どういう意味？孫氏が帰ってきた後、早く回復するようにと、ハイヘビが崩壊獣私有の体を献上した。その時、ほんの一瞬だけだったが、突如湧いてくる力のせいか、孫氏はそれをコントロールできなかったんだ。あなたたちの前であんな姿になったの？一瞬だけだったし、変化したのは、体の一部だけだったが。孫主があの時見せた危険と恐怖。他ではそう感じることのできないものだ。お前でもな。危険と恐怖？確かに、あなたはその言葉で普段の彼を表現しないわね。そうかもしれない。しかしあの時、私は心の中でほっとしたんだ。自分が運に恵まれてることに。そして英傑の贈り物を拒否したことに胸をなで下ろした。もしあの一線を越えてたら、私も今の私じゃなくなる。崩壊獣を使って力を回復させた。なら、彼はどれほどの力を回復したのかしら。ハードウェア検索、異常なし。基礎理論、異常なし。おかしい。私の判断に問題があったのかな。いにしえの楽園は過去と比べて何の変化もない。回収というものは、本当は存在しない。でも、そんなのあり得る。待って。楽園にあった異常現象は、確かにプログラムを回収しない状況でも実現できるけど、それができるのは、多分、やっぱり、あなただけですね。
せ。私より古の楽園に詳しいのはあなただけですし、あなただけが理論上権限を超える可能性があるんです。ええ、いいわクライン、合理的な判断ね。ですが博士、その目的が彼女の探索を阻止することでしたら意味はありません。私の協力がなくてもあの律者は自力で異常エリアを通過できるはずです。クライン、私が教えたことを忘れたの？現象の表層だけを考えないで、よく考えてみて。それらの異常な状況の本質は一体何かしら？本質ですか。三種の転送装置、探求行為モード、影、環境感知に対する妨害、認知の混乱、復元、意識の回収。博士、まさか。第八律者に対する研究が成功したんですか？成功したかどうかは実験結果が出ないとわからない。そうでしょう。しかし博士、その実験を諦めたはずでは。諦めた？それも間違ってないわ。ただえ？ただクライン、もうサボっちゃダメよ。あの時不安に実験をするとき、あなたが毎日1時間多く働いてたらもっと喜ばしい結果になったはずなのに。博士、話題の変え方があまりにも。それに1日に25時間もないでしょう。はぁ、言ってみなさい、ラットさん。今度は誰が私の悪口をあなたに吹き込んだの？言いたくないの？いいわ、当ててみるから。さて、エリシアかしら？違う。じゃあ、サクラ？違うわね。戦後？それも違うでしょ。誰かしらね。あら、どうして避けるの？私がうっかり転んだら責任を取ることになるわよ。いい加減にして、メビウス。おままごとに付き合うような気分じゃないの。ち。メビウス、私は理解できないの。どうしてあなたは後継者を変えることにそんなに積極的なのかしら。時にこんな錯覚すらも覚えるわ。ここに存在するあなたの目的は最初から伝承なんかじゃなく変えることにあるんじゃないかって。でもそういうことは記憶体のあなたたちにとって意味はないはず。一つの可能性を除いて。メビウス、ここにいるあなたは本当にただの過去の記憶なの。ライデン・メイ、賢いラットさんね。ますます興味が湧いてきたわ。
その通り。ここには最初からメビウスの記憶体なんて存在しない。今あなたの目の前にいるのは唯一の本当の私。本物のメビウスよ。信じられないのなら、私と握手してみる？それは何の証明にもならないわ、メビウス。具体的な原理はわからないけど、楽園の中では記憶体との触れ合いが可能なはず。あら、私の言葉に驚いてないのね。ラットさん、偉いわ。どうやら、あなたと一緒にいるときは、少しも油断できないようね。リツシャのお姉ちゃん、何言ってるの？私、よくわからない。何か言いたげな目で、私を見つめないでほしい。その視線のせいで、気が散るから。仕事の効率が下がる。ごめんなさい。仕事の邪魔をするつもりはなかったけど。いい。もう邪魔してる。あなたがこの古の楽園に入った時から、気にしてないよ。質問があるなら、直接聞くといい。私の仕事が終わるまで、待つ必要はない。わかったわ。メビウス。その、私が楽園の中で会ったあのメビウスのことだけど。彼女。うん。何か問題でも。この古の楽園の中にいる英傑たちは、みんな記憶体のはずでしょ？うん。何か問題でも。わざとじゃないのはわかるけど、その話し方、たまにメビウスのあなたに対する影響を感じるわ。記憶体なのに自分が本物だと公言する。しかも誰もがメビウスは生きていると考えてる状況の中で、矛盾してると思わない？私から見るとそれは異常なことではないよ。あなたが目にした記憶体、その見た目、人格、行動パターン、思考、彼女のすべては私の知ってるメビウス博士と何の違いもない。古の楽園の中で過ごした5万年という時間は、彼女に何の変化も与えていない。以上、観測結果を見ると、彼女は当然、本物のメビウスを名乗っていいと、私もそう思う。観測結果ね。あなたの思考は、確かに人類のように、感性的じゃないわ。けどクライン、この世界で唯一変わらないのは、何もかもが変わることよ。5万年の時間が何の変化も与えなかったこと自体、疑わしいと思うけど。ケビン。いいわ。確かに英傑たちは、他の人と少し違うかもしれない。なら、クライン。メビウスの本体は、まだ死んでいないと。しばらくそう思うようにするわ。けど、もしいつか彼女もここに現れたら、あなたはまだ、あの記憶体が本物のメビウスだと思う。意味がよくわからない。どうして、一つの存在のために、もう一つの存在を否定する？その二者に必然的なつながりはない。
彼女たちはどちらも本物のメビウスだし、どちらも違うこともある。結局のところ、本物のメビウスには正確で客観的な定義がない。結論というのは、あなたの主観的な判断によって存在するに過ぎない。場合によっては、あなたが自分も本物のメビウスという結論を出しても別に異常ではない。けど、もしあなたがただ私個人の考えを聞きたいというのなら、似たような難題は博士自身もすでに何度も出会ってきた。だけど、その度に彼女は自分の欲しい選択を否定できない唯一にすることができるから。ああ、帰ってきたのか。何か新しい発見は？まだないけど、ふとあなただけが答えられることに気づいたわ、先輩。その呼び方は怖いな。なんだ、言ってみろ。ケビンの記憶体と話したとき、ヨルムンガンドは彼が作ったものじゃないと彼に言われた。お前、あの方を孫子と呼ぶこともできないのか？変な感じがするぞ。まるで私がお前の下にいるみたいだ。そういう義務はないわ。冗談だ。この古の楽園に来たら、お前も考えを変え、真の幹部として前を向くと思ったんだがな。ジャッカルの被害者が増えないためにも、私はずっとお前のコードネームを考えてたんだぞ。例えば、レッドサンダードラゴンとか。話を戻すわよ、ワタリガラス。ヨルムンガンドの創設者がケビンではないことに、あなたは少しも驚いていないみたいね。ああ、とっくに知ってたからな。今まで私はヨルムンガンドという名前に含まれている意味がわからなかった。今考えると、蛇というのはメビウスのことなのね。その通り。ヨルムンガンドの本当の創設者は彼女だ。別に秘密でも何でもない。ただ、お前みたいな入り方は前例がないからな。知らなくても当然さ。もちろん、私もここに来て、初めて彼女に会った。初めて？現実でメビウスに会ったことがないの？ここにいる彼女こそが、メビウス本人だってそう言われたわ。それならヨルムンガンドは彼女の支配下にあってもおかしくない。それは嘘だな。今のヨルムンガンドにとって、孫子こそが唯一の首領。というか、神だ。いえ、最初から気づいてたわ。ヨルムンガンドのメンバーはただの部下というより、ケビンの信者みたい。より正確に言うと、幹部たちが信仰してるのは誰かとかじゃない。一つの理念、意志だ。そして孫子とその成婚計画は、まさにそういう意志の象徴なんだ。当然、長いこと存在してきたヨルムンガンドだ。実際その長い時間の中で、信仰が弱まることだってあるだろう。彼らの疑いを消せるのは、伝説のような存在。倒れることのない首領だ。英傑のことね。その通りだ。ま、お前に対しては、効き目がないみたいだがな。